ということでね、もうお先にシャワー浴びてきましたけどね、いやー、やってきましたよ。岸和田までね、来ちゃいましたね。ということで、これね、無事、かきとき感染腰のね、入手しましたんで、よし、じゃあ、あとはちょっと休んで、ね、明日の朝に備えようやないかというわけでございますね。で、このペトロの特徴としては、あまりね、岸和田今木店さんっていうらしいんですけど、あまりね、かきとき防護室の部屋自体もそんなに多くなくてね、10ルームみたいなのか、9ルームってなってましたね。ですから、ね、多少ちょっと競争率激しくなると思いましたけど、よかった、空いてたんでよかったですというところで、あとね、もう一つの特徴がね、めちゃくちゃ広い、わかります？静岡のお店とか、地元の桑名とかね、桑名とかいろんなとこ行きましたけど、ダントツで広い。これなんかダブル用の部屋間違って通してくれたのかなと思っちゃったんですけど、これがいわゆる普通の個室みたいですけどね。めっちゃいいですね。どうした、こんな夜中に仕事の連絡が。でもそれはそうそうそう、部屋がね、本当に横幅がいい。だって普通この鏡の幅だけぐらいですよね。で置いてあって、まあ縦には長い、足は伸ばせますけどってところですけど、これもすごい広いし、二人横になってもいけるよっていうぐらいね、広い部屋が。っていただいてたみたいで、すごいですね。これは良かった。これなら余裕ね。これだったらもっと早く高速使えば良かったなんて思いつつね。ここにな足伸ばして全然余裕ですよ。ね、まあまあまあ身長180あっても余裕ですよね、これ。これは広いな。横もだって横幅がだってこれ手伸ばせますからね。体まだ余裕ありますもんね。これは広いよ。いや、これはいいな。いや、これはいいですね。来た、こんな感じのね、高さになってるんで、これぐーたつするためにね、寝転がって撮ってるんじゃなくて、立ち上がって座って撮ろうとするとね、画角に入らないんでね、ご容赦くださいということで、まあ、とりあえず、いやー、これならゆっくり休めそうですね。とりあえず今、1時22分、まあ、6時半ぐらいに起きればいいか。ね、そうすれば、まあ、朝一向こうに入るでしょう。1メートルくらいになるかな。ちょっと地図を確認してみたら、タコ地図を行くにはここね、7時過ぎにね出発すればね、7時半のところですから20分もあればね着くみたいなんで、だいぶ近くまで来てますからね。じゃあちょっとゆっくり寝ても良さそうかなということでね、ちょっと6時半くらいまでね、5時間、そしたら5時間寝れますからね、とちょっと寝こかな。そんな感じで予定しておきましょうか。よし、なんとかなるかな。よし、では寝ましょう。この暗くでき、真っ暗ですけど、こんだけ暗くなるのは助かりますよね。今なんとかこれな感じで戻してますけど、これなくてもなんも見えるでしょ。ではおやすみなさい。ございます。ということで、今の時間が、ね、朝の6時ちょうどですね。6時ちょうどってことでね、ちょっと早いですけどね、もう目も覚めましたしね、貝塚の方に、ね、向かっていこうと思います。バッチリしてね、まあ、いい、結構早めから回れるかなと思いますね。じゃあ行ってみましょう。いや、でもやっぱり寝心地良かった。攻撃力いいですね。あとこれ、ここの店ってそういえば、この商品が置いてるのは置いてあるんですけど、そういえば、ここで、
店内では食べれませんみたいな文言はないんですよね。あのドリンクバーとかも持ち込んではいけませんみたいな表示が一切ないんですけど、この店いいんですかね。考えられるのはね、あの大阪府がその辺りの条例が改正されとって良くなっとったりしとったりとか、あとはあのここ26区にはなってないんで、だったらいいよっていう法律だったりするんですかね。ちょっとわからないんですけど、あのそうここの鍵出たらもうそのまんまね、他のあの一般のブースと同じあのやつになってるんですよ。あの風邪付き感染国室のところだと、もう一つね、26区になっておいてね、入りやすいスペースが、一般の人が入りやすいスペースがあったりしますけど、そうじゃないです。玄関の前までは一般の人も入れるっていう構造なんで、それでなのかな、ね、不思議なんですけどね、というのがありましたね。でしょ。また、もし詳しい人したら、そのあたり書いてもらえると助かります。ちょっと、元カラオケ屋の店長でもね、このあたりはちょっとね、あまりよくわかんねえなってことなんでね、よろしくお願いします。行きますか。